今日はですね、今日はですね、というか今日もウェブデザインのリサーチをやっていきたいと思います。ちょっと、お盆ってなかなか仕事がバタバタしますよね。で、いろいろと締め切りもあるので、インプットしてアウトプットをしたいと思います。はい、それでは見ていきます。はい、というわけで、CSS デザインアワードなんですけれども、いつものように見ていきます。で、かっこいいのが揃っていたので、見ていきますね。まずこれですね、気になったのは。まあ、動きはちょっと、パッと早かったけど、書体がサンセリフのアビニールですね。これはまあ Mac だったらフォント入ってると思うんですけど、結構大きめに、ほぼ 100% 100VW で配置されてるという感じで、この辺は14ピクセルですね。この動きいいっすね。で、真横からか。はい。やっぱこのサムネイルからしてかっこよかったんで、まあサムネイルはチャリンコのサイトっていうのはまあほとんど分かんなかったんですけど、惜しげもなくアベニールが使われてますね。おー、ほぼセンターにビジュアルでマウスで動くと。で、小さいタイプをでかいタイプを。グレーになってるのが白になってくる。で、おギャラリー、ちょっとサイドの落ちた写真ですね。スクロールすると画像が重なっていって、終わったらスクロール。おー。スペック。水平スライド。9790と200、結構高いんですね、多分。で、EC サイトに行くかな。まあ、動きは GSAP ですね。で、Webflow CMS が使われていると。ナビゲーション、あ、あんのか。まあ、オフィシャルの EC サイトにリンクしますね。これは795ブレーダーズっていうブランドサイトですね。フランス語。この言語切り替えいいっすよね。 FR って書いてあってクリックすると下からフェードアウト。で、この矢印は、SVG ですね。で、書体があってうん、
かっこいいですね。YouTube の動画と。じゃあ次いきます。ロゴマークと小さいタイプとイントロですね。イントロの動画が来ましたね。でこれビデオタグでサーバーに置いてんのかな。あれ毛型、あ Vimeo か。あーなるほど、 Vimeo に上げた動画を読み込んでますね。で終わったらここにアバウトのテキスト、書体は PP の A モントリアルですね。でこれがナビゲーションミニマルですね。でここにはアドレスってことですね。で横スクロール、はいはい、縦位置の写真がドーンとくると、さっきの表示の仕方綺麗かったですね。プロジェクト M ホームインビバリーヒルズ、 M ホームかビバリーヒルズの、ピロットプレスメント、カリフォルニアビバリーヒルズレジデンスです。おー上品。このセリフ書体も綺麗ですね。ノイエモントリアル、あそういうことか、ノイエモントリアルはセリフですね。で PP エイコっていうのが3セリフで、PP っていうのはパングランパングランファンドリーの、略ですね。 PP でここはいいファンドリーでいい書体いっぱい作ってるんですけど、その中のノイエモントリアル、これ人気ですよね。結構いいウェブサイトで見るんですけど、まあバイトすると、まあ、こういうライセンスですね。フルファミリー、ワンワークステーションで325万ぐらい、4.5 万かですね。でこっちも PP、 あ違う違う違う、あれノイエモントリアル、あやっぱ3セリフか、なんかおかしいな。ってことは、はいはいはい、PP エイコっていうのはこれですね。ここのセリフですね。でこれ漢字も書いてあるように、漢字も作ってことは日本人とコラボしたのかな。ひらがなと漢字ってね、めちゃくちゃ量多いじゃないですか。文字数制限してるのかな。なんかこういう文字だけに制限してる気がする。全部作ったら大変なことになるもんね。これいいかもしれない。400ドル、まあ 5.5 万ぐらいかな。ここのセリフ書体がそういうことですね。で、マスタープランニング、コンセプトデザイン、シート D が大文字、頭文字が大文字ですね。01、パララックスでスクロールでずれていくと。
きれいですね、はい、じゃ次いきます。ブランチメディア、なんかダサいな、なんでこんなこと、そんな別に新しくもないし、なんでだ、マジ、次いきます。マジか。まあエヴァーっていう、エヴァーライフヒアとか、モンブランのエクスプロアープラティナムのゲームサイトですね。レフトライトで、ちょ、いいな、始まった。レフトライトで、遊べると、すごっ。今、右左押しながら遊んでるんですけど、よくできてる。おお、すげえ、おお。めっさ加速した。やば。おお、すごいっすね。こういうのどうやってつくんだろう。かっこいい。え、モンブランですよね。なんかモンブランのサイトっていうのは忘れちゃうんですけど。車の。サイトみたいな。あそこゴール？違う？どこまで行く？どこまで行くの？そろそろ終わりかな。あ、痛いじゃねえ、めっちゃ早い。おお、編集した。おお、地球っていうのさ、クリアゲインとサムですか。え。うん、いや、先導できるのはいいけど意味わかんないですね。モンブランエクスプロアープラティナム、なんでこれでいいのかな、どういうこと、レース。いきなりレース始まってフレグランスエクスプロワーっていうラインナップ、プラティナム、はぁ、ただ単に、え、楽しんでもらうだけ？でもあれか、モンブランだから、ま、あの、雪山ってことか。そこだけ？うん、このモンブランのロゴがそうですよね。雪山っていう感じですよね。そこをレースで遊んでもらうだけと。うぃー。何も言わないってね。これすごいっすね。すごっ。ユーロスティールっていう素材で、これ何で作ってんの？キーズ。
ビュー、作り方全く分かんないですね。 3JS なのかと思ったんです。あ、WebGL か、 WebGL ですね。キャンパスタブに WebGL がなんか書いてあって、うん、動いてると、うん、この辺紹介しましたしね。今日はこの辺にしておきます。はい、それではお疲れ様でした。I think about that summer day when I went on my first date. We danced in an empty parking lot to a song I sing.